はい、タイガです。今回は YouTube と Instagram の連携方法について解説します。YouTube を投稿していて、チャンネル登録ってどうやって増やしたらいいんだろうと思うことってありますよね。チャンネル登録者を増やすためには YouTube だけを頑張っていてもなかなか伸ばすことは難しいです。SNS を使って外部からのアクセスを増やすことも重要な手段です。そこでおすすめしたいのが今回紹介する Instagram との連携方法です。プロフィールや概要欄でリンクを連携する以外にもチャンネル登録者を増やすために有効な活用法があるので YouTube と合わせて活用するのにおすすめの SNS です。この動画を見ると YouTube と Instagram の効果的な連携方法が分かります。そして YouTube のチャンネル登録を増やす Instagram の活用法が分かるので最後までぜひ見ていってください。ちなみに僕は普段顔出ししない YouTube の始め方や Vyond のアニメーションソフトを使った YouTube の解説動画を投稿しているのでぜひこちらもチャンネル登録をよろしくお願いします。まず最初になぜ YouTube のチャンネル登録を増やすのにInstagram の活用が重要なのかということについて解説します。1つ目の理由は YouTube 以外での露出頻度を増やせるという理由が挙げられます。 YouTube ではチャンネル登録が少ないうちはどうしてもユーザーに知ってもらう機会が少ないです。多くても1日1回の投稿なのでその分自分のチャンネルが人の目に触れることは少ないです。そこで他の SNS を使って外部からチャンネルへの流入を増やすことがチャンネル登録にもつながるのですが数ある SNS の中でも一番おすすめなのが Instagram です。Instagram は国内では2016年から最も伸びている SNS で若い世代を中心に Facebook よりも利用頻度が高くなってきている SNS です。現在もどんどん新しいユーザーが参入してきているので新規の登録者や新しく自分のチャンネルのことを知るユーザーと接点を持ちやすいというメリットがあります。また写真での投稿なので YouTube で動画を投稿しない日も更新できるというのもいいですよね。2つ目の理由は YouTube のユーザーの属性と少し異なる層の登録者を獲得しやすいというメリットがあります。 YouTube と Instagram では使用しているユーザーの属性に少し違いがあります。 Instagram は2016年に国内でみんなに認知され始めた頃からも若い女性ユーザーに特に人気があります。 Instagram は毎日チェックするけど YouTube はたまに見るくらいのユーザーもたくさんいます。こういうたまにしか YouTube を見ないユーザーでも Instagram 経由で自分のチャンネルを知ってもらえたら新規のチャンネル登録につながりますよね。また以前はインスタ映えなどで若い女性ユーザーメインのイメージが強かったインスタグラムも現在では男性ユーザーもかなり増え特に年齢層の高いユーザーも増えてきています。そうなると YouTube のどんなチャンネルでもある一定数自分の視聴者層に近いユーザーがいるのでうまく活用することでチャンネル登録につなげやすいです。実際に人気の YouTuber も積極的にインスタグラムを活用していますし人気インスタグラマーから YouTube に進出するケースも増えています。インスタグラムも写真と動画での投稿なので YouTube との相性もいいですよね。それでは簡単に YouTube と Instagram の連携方法について解説しておきます。連携方法としては2つあります。1つ目は YouTube の動画の概要欄にプロフィールのリンクを貼り付ける方法です。 Instagram を開いてまずは自分のアカウント名を確認します。その後 instagram.com/の後に自分のアカウント名を入力するとこのように自分の Instagram のプロフィールへ飛ぶことができるリンクを作成することができます。これを動画投稿時の概要欄に貼り付けるだけで自分の動画から Instagram へ飛ぶことができるようになります。僕のこの動画でも概要欄のリンクに Instagram の URL を貼り付けているので気になる人はぜひ見てみてください。2つ目はチャンネルアート、チャンネル説明ページにリンクを貼り付ける方法です。まずは自分の YouTube のチャンネルをパソコンで開くとこの画面になりますよね。このチャンネルアートの右下にこのように SNS のアイコンが表示されています。この設定方法ですがまずはこの青色のチャンネルをカスタマイズというボタンをクリックします。するとこの画面になるので概要をクリックして下へスクロールしていくと各 SNS アカウントを入力して YouTube のチャンネルと連携させることができます。 SNS の名前、今回だと Instagram、 そして先ほど作った Instagram の URLをここに貼り付けます。そして保存、これで設定完了です。これで実際に自分のチャンネルを見てみるとこのように表示がされています。ここをクリックすると先ほどと同じように Instagram のアカウントへ飛ぶことができました。これであとは Instagram の方でもプロフィールに YouTube の自分のチャンネルの URL のリンクを貼り付けておくだけで YouTube と Instagram のチャンネルの連携は完了です。はい、それではこのようにリンクを連携させるだけでいいのかというとそうではありません。実際に YouTube のの投稿をしながら Instagram も YouTube の投稿と合わせて運用していく必要があります。よくありがちな失敗としては YouTube を更新しましたという投稿だけで YouTube の動画の一部を切り取って Instagram に投稿してしまうパターンです。もちろん更新したことを伝えるのはいいことなんですが、あくまでチャンネル登録を増やすためには Instagram の投稿経由で YouTube のチャンネルや動画に興味を持ってもらうということが重要です。なので単に更新が伝わるだけではなくて、その動画の内容や中身が分かるような投稿をしていく必要があります。そのため自分が普段日常的に使用しているプライベート用の Instagram のアカウントと連携させてもあまり効果がありません。動画とテイストが同じような投稿をしているアカウントならいいのですが、全く関係のないプライベートの投稿をしているアカウントは誰も見たいと思ってくれません。 YouTube の動画と連携させる Instagram の投稿は統一しておくようにしましょう。はい、それでは具体的にどういう運用がいいのかということについて解説します。今回は基本的な Instagram の活用法を3つ紹介したいと思います。1つ目の活用法は動画のダイジェスト、まとめを解説付きで投稿する方法です。これは僕のアカウントでも実際にやっている方法ですが、動画の要点を数枚の画像または動画と解説の文章のセットで投稿する方法です。例えば今回の僕の動画ならサムネイルの画像プラス3つの Instagram の活用法のアニメーションプラス動画で話している内容の簡単なまとめの文章をセットで Instagram に投稿します。実際に過去の動画も Instagram で投稿しています。ポイントとしては出し惜しみをしないということです。この Instagram の投稿で動画のネタバレになってしまってもいいです。大事なのは投稿を見てくれたユーザーが満足してくれるかどうかということです。 Instagram の投稿で役に立つとかためになると思ってもらえたらフォローやチャンネル登録につながります。逆に出し惜しみをして興味を持ってもらえなかったらチャンネル登録はおろかいいねすらももらえません。動画の切り取りやまとめを単に画像で貼り付けるだけではなくて、詳細な内容も文章でまとめて少し長文になってもいいので、見たユーザーが分かりやすいように画像とセットで投稿するようにしましょう。特に解説系やハウツー系の動画ではこのパターンは有効です。2つ目の活用方法は動画の更新予告や短いバージョンの動画を投稿する方法です。よくテレビの番組でも予告編のショートムービーが流れてくることってありますよね。次に公開する動画が決まっていればその動画の更新告知としてInstagramを活用することもすごく有効です。動画の内容が気になるものであればその動画を見逃したくないと思ってチャンネル登録をしてくれるユーザーもたくさんいます。この場合は動画の気になるポイントを組み合わせてInstagram 用の告知動画を30秒ほどで作成して投稿するといいと思います。投稿の説明欄には気になるポイントをまとめて動画の更新日時も分かりやすく記載しておきます。ユーザーがチャンネル登録をしてくれてこの時間の更新を待ってくれていたら動画の投稿時の初速が伸びやすいので動画の再生回数も上がりやすくなります。その場合は自分の視聴者さんの属性に合わせた投稿時間も重要になってくるので、以前紹介した投稿時間に関しての動画もこの後見ておいてください。3つ目の活用方法は質問受付、回答などの参加型の企画として活用する方法です。Instagram は YouTube とまた少し違ってファンとの距離がより近くコミュニケーションを増やすことができます。よくストーリーズなどで質問に回答していたりキャンペーン企画などがありますよね。YouTube の動画とも連動させた企画を行っていくと Instagram を見たユーザーが YouTube のチャンネルへ足を運んでくれる可能性もアップします。動画にするまでの一般的な需要はないけど、一部のコアなファンや視聴者のためになる質問や回答などはユーザーにとってとても貴重です。 YouTube のコメント欄でよくある質問などを取り上げて企画として Instagram で投稿するのはすごく効果的です。チャンネル登録者が増えなくて悩んでいる人はぜひ実践をしてみてください。そして最後に注意点です。チャンネル登録を増やすための禁止行為は絶対に NG です。これは YouTube の規約違反につながりアカウント削除につながるのでやめましょう。例えば企画でもチャンネル登録してくれたら〇〇しますとか、相互登録は絶対に NG の禁止行為です。 YouTube のガイドラインでもチャンネル登録や高評価などの見返りに対してキャンペーンを打ったりり報酬を渡す行為は禁止されています。こういうことをして登録者を増やしても意味がないので、企画やキャンペーンとしてInstagramを活用するときは必ずこのガイドラインを守って利用するようにしましょう。ユーザーがいいと思ってくれるコンテンツの配信や役に立つ動画も見たいという投稿を続けていくと、Instagramも YouTube のチャンネル登録者も少しずつ増えていきます。近道はないので、このコンテンツの質を上げていくことを意識しましょう。それでは本日のおさらいです。今回はチャンネル登録者を増やすための Instagram の活用方法について解説しました。その活用方法は、1つ目は YouTube の動画のまとめを投稿する、2つ目は YouTube の動画の更新予告を投稿する、3つ目は質問回答企画の投稿をする。この3つを紹介しました。チャンネル登録者が増えなくて悩んでいる人はぜひ実践をしてみてください。また6月ということで、今月僕の Instagram のアカウントでも視聴者さん向けにキャンペーンを行います。詳細はまた Instagram の方で告知をするので、概要欄のリンクから Instagram のアカウントもフォローをしておいてください。また Instagram と YouTube の連携方法についての質問はこの動画のコメント欄で受け付けますので、ぜひコメントをください。それでは今後もこのような動画を投稿していきますので、この動画がいいなと思ったら高評価とチャンネル登録をよろしくお願いします。それでは本日はこれで終わりにしたいと思います。ありがとうございました。